榊原舞踊研究所ダンス教室の発表会が7月7日、山陽小野田市民館で開かれました。幼児から大人まで幅広い年代の生徒50人が出演、フォックスやアニメソング、映画音楽などの全26プログラムで華やかなステージを繰り広げました。生徒たちはこの日に向けて約1年間練習に励んできました。曲ごとに榊原真希代表が手作りした色とりどりの衣装を身にまとって舞台に上がり、可愛くてごめん、アイドルなど人気の曲に合わせて元気いっぱいにパフォーマンス。テンポの速いダンスナンバーでは力強い踊りで観客を魅了し、初舞台の子どもたちも可愛らしい踊りで会場に笑顔を広げました。